ました。こんな大きいタッパー持ってきました。ちょっとスタグルの様子を撮影してみますか。少ねえな、一番。そうっすね、少ないっすね。あの方は誰？何の方？すげえ、めっちゃ綺麗。そんなこともない。落ち着かないの？メイン全然いないね。かといってバックも多いわけないし。綺麗だな、このスタジオ、本当に。
そこ一回ここなんだよ。信号厄介だよね。信号結構長いですもんね。地味厄介なんだよね。おじさんじゃん。あ、いいっすよ、全然。え、いえ、りょうくんが。あ、こじ、こじ来た。サーフィン来た？サーフィン、いや。いや、でもこれも、これ買って便利だわ。やっぱ、あの間接視野で見れる。あの、手元を適当にこうやっとけば、ほら、どこでも見ていいから。これでも変わんなくないじゃん。ん？これでも変わんなくない。いやいやいや、それ難しいじゃん。そう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 。ブレる、ブレる。いや、大気楽しみだな。いきなりね、スリーアシストとかしたもんでしょ。ただ、ボランチ以外は盤石だぜ。いや、ボランチも盤石だけど、ちょっとね、あれだよね。盤石なんだけど、枚数がね、何か来た時が怖いねっていう。さあ、トラ君、間に合うか選手入場。大宮戦とか実際そうだったの。あ、マイケル今日カップ君。やってるね。こんなクソ試合にもう何も言えねえよ。映ってるけど。スペースマウンテン。1番線に。